フィリピ人への手紙一章キリストイエスの下辺であるパウロとテモテからフィリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち並びに監督たちと執事たちへ私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように私はあなた方のことを思うたびに 私の神に感謝しています。あなた方すべてのために祈るたびに、いつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで、福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝しています。あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると、私は確信しています。 あなた方すべてについて私がこのように考えるのは正しいことです。あなた方は皆私が投獄されている時も福音を弁明し立証している時も私と共に恵みに預かった人たちでありそのようなあなた方を私は心に留めているからです。私がキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方すべてを慕っているか その証をしてくださるのは神です。私はこう祈っています。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が大切なことを見分けることができますように。こうしてあなた方がキリストの日に備えて純真で避難されるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされて、 神の栄光と誉れが表されますように。さて兄弟たち、私の身に起こったことが、かえって福音の前身に役立ったことを知ってほしいのです。私がキリストのゆえに投獄されていることが、親衛隊の全員と、他のすべての人たちに明らかになり、兄弟たちの大多数は、私が投獄されたことで、主にあって確信を与えられ、恐れることなく、 ますます大胆に見言葉を語るようになりました。人々の中には、妬みや争いからキリストを述べ伝える者も,もいますが、善意からする者も,もいます。ある人たちは、私が福音を弁償するために立てられていることを知り、愛を持ってキリストを伝えていますが、他の人たちは、党派心からキリストを述べ伝えており、純粋な動機からではありません。 鎖につながれている私をさらに苦しめるつもりなのです。しかし、それが何だというのでしょう。見せかけであれ、真実であれ、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのですから、私はそのことを喜んでいます。そうです。これからも喜ぶでしょう。というのは、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の支えによって、私が切に期待し、望んでいる通りに、 このことが結局は私の救いとなることを知っているからです。私の願いはどんな場合にも恥じることなく今もいつものように大胆に語り生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストがあがめられることです。私にとって生きることはキリスト死ぬことは益です。しかし肉体において生きることが続くなら 私の働きが実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいか私には分かりません。私はその二つのことの間で板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいのです。しかし、この肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。このことを確信しているので、 あなた方の信仰の前進と喜びのために、私が生きながらえて、あなた方すべてと共にいるようになることを知っています。そうなれば、私は再びあなた方の元に行けるので、私に関するあなた方の誇りは、キリストイエスにあってまし加わるでしょう。ただ、キリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば、 私が言ってあなた方に会うにしても、離れているにしても、あなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにして固く立ち、福音の信仰のために心を一つにして共に戦っていて、どんなことがあっても反対者たちに脅かされることはないと。そのことは彼らにとっては滅びのしるし、あなた方にとっては 救いの印です。それは神によることです。あなた方がキリストのために受けた恵みは、キリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことでもあるのです。かつて私について見て、今また私について聞いているのと同じ苦闘を、あなた方は経験しているのです。